2月13日土曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図をご覧ください。高気圧の中心が東へと移動します。広い範囲で穏やかな天気ですが、高気圧の縁を回って湿った空気の流れ込む西日本の太平洋側ほど傘の出番がありそうです。詳しく天気分布をご覧ください。太平洋側では雲が広がりやすく、一部雨の降るところがあります。外出時は雨具を忘れずにお持ちください。その他の地域は穏やかな天気のところが多くなりますが、北海道の道北エリアではにわか雨やにわか雪に注意が必要です。昼間は春を感じる陽気となるところがほとんど。西日本、東日本は花粉の飛散に備えて対策をしておくと安心です。また気温が上昇するため、雪の残っている地域では融雪災害にお気をつけください。以上、全国の天気をお伝えしました。